雪に輝く日本アルプスを従えた松本城、名城の名に恥じぬ絶景です。さて、城下町の面影濃い長野県松本に今に伝わるのが日本古来の手まりです。江戸時代から幼い娘たちの手っさりとして親しまれてきた手まりは、今から300年ほど前、松本城主の勧めによって武家娘たちが作ったものと言われています。小春日和の縁先で春着姿の武家娘が手まりで遊ぶ風情は、想像するだけでも雅やかで美しいものですね。ところが大正に入ってからは誰も作るものもなくなって、手まりは博物館の棚に飾られるだけになっていましたが、昔を忍ぶ世姿として、最近土地の人たちの手でまた世に出ることになりました。この上條さんが伝統を伝えるただ一人の人です。冬の長い松本では、昔は娘たちは春を待ちわびながら、きらびやかな色糸を一本一本丹念にかがっては手まりを作ってきたのでしょう。おばあさんからお母さんへ、そして娘さんへと、繊細な女の人の指先から指先へと受け継がれてきた手まりの伝統が、土地の人たちの努力で復活したのは本当に嬉しいことです。わらべたちの歌う手まり歌と一緒に、この手まりがいつまでも幼子たちの夢をあやなしてほしいものです。